代だよね、50代で2人とも。いやもう10歳ぐらい若いです。ギリ30代です。あ、ギリ30代なの。39です。51だと思ってたからあれ、そういえばこの小川さんっていう口コミした本人は今日来ないの？あの小川さんは、うん、あのご本人は出演されたくないということで、うんうんうん、ご本人からメッセージを預かりしていまして、うん、興味本位ですみませんが、実際にお会いした石黒さんと山本さんのお二人が可愛らしく見えたので、二人で一緒に運動している姿が見たいと思いました。どこが可愛いのよこのね、二人の。で、うん、あのまずは縄跳びをしていただきたいということで、はいはい、あのお預かりしているんです。なんでだろうね、はい、変わった趣味の人だよね小川さん。小川くんが見たい運動があるわけ。あの見たい運動のリストをいただいているんですが、うん、一番に縄跳びが見たいということで。なんでこんな棺桶にね、片足突っ込んだ。いや、そこまでの年じゃないだろ、まだ。棺桶に両足突っ込んださ二人の死んでんじゃないか。二人で飛んで何回ぐらい行けんのか、はい、まあ、できるだけ長くやってみてよ。はい、じゃあ、よーい、スタート。あ、いや、もうちょっとできるでしょ。10回ぐらい行こうよ、10回ぐらい。10回は行きたいね。遠いんだよ、距離がさ。そうしたほうがいいな。お母さんは喜ぶから、はい、行こう行こう。いきます、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ2人でハグしやって10回行ったから、それでやってやったの。そう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 、やっぱりね、そう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 。はい、じゃあ次行きます。ポンポン行くな。次はバスケの1対1ワンオンワンね。ワンオンワンが見たい。はい、お願いします。これは前で、そうですね、前でやっていただいた方がいい。ボールを取られないようにするってことだね、ゴールがないから。じゃあ行きますよ、よーい、スタート。危ない危ない、石黒さん危ない。やられちゃう、やられちゃう。取り返した、取り返した、取り返したらまた、まあ、大丈夫から取り返した。あ、取った取った取った。あ、取り返した、取り返した。いけ、山本さん、山本ちゃん、いけ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 。まだまだ大丈夫、まだいけいけいけ、まだいけ。じゃあ続いて組体操です。まだやんの？はい、扇を春日さんが真ん中で、最後扇で、最後大、はい、扇で左、そう2人。え、私を立ってればいい、ね、そうそう、立って手開いて扇を作ります。はい、始め。いや、ついてついてついて、足をビッて伸ばす。ちょっと見して、足伸ばして、石黒さん、その左足伸ばして、そう、はい、そうそう、ピンとピンと見て、モニター見て、石黒さん。足がほらちょっと上にちゃんと行ってないと、向こう右足が奥行ってないで、石黒さん、前出して、足を、石黒さん、足を、右足をその上に、ちょっと難しいです。じゃあ3人で抱き合って。いやいや、やだ、なんでだ。抱き合って3人で完成してください。どうしよう。で、春日のおでこにキスしてあげるんですよね、春日。それは妻がいるので勘弁してください。そこは別にいいだろ、怒りはしないよ、神さんも。